塁送球します。アウト、ワンアウトです。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには栗山が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが得点圏には同点のランナー。ここはしっかりしのいでこのリードを保っていきたいですね。なるほど、そうですね。まずは見送ります。ワンボール。外角低めのストライク152キロ。もう一球アウトローへ。さあこれで追い込んでいきます。三塁線、一塁アウト。ランナーは変わらず二塁です。さあそして打席には中村が入っています。さあ2アウトにはなりましたがピンチは続きます。まあ、このままの点差で回を終われるように引き続き集中してほしいですね。なるほど、そうですよね。いいコースですが外れています。ボールになります。ボール先行です。追いつくことはできませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。同点のチャンスがあったライオンズですがそのチャンスを生かせませんでした。1対0ホークスが1点差を守っています。ゲームはこれから2回の裏に入ります。ホークスの攻撃、バッターボックスは8番上林。ホークス1点リードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まあ、まだ1点差ですしね、まあ、この辺りで追加点が入ると理想的なんですけどね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。落としました。外れます。ボール先行です。見ましたがこれはストライク。打ちました。これはどうだ、よく追いついた。一塁へ。先頭バッター出ました。ホークスノーアウトランナー一塁です。バッターは9番に入っている甲斐。ヒットでランナーを一塁に置いています。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。中途半端なバッティングで併殺する。打ちました。レフトライナー掴んでまずワンアウトです。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターボックスには牧原。まあ送るとしたら彼がきっちり決めてくれるでしょうね。なるほど、そうですか。ここは送りバントなんでしょうか。そうですね、おそらく送ってくるでしょうね。ああ、そうですか。内野はバント警戒してませんね。ゲッツー体勢ですね。そのようですね。バントしました。ピッチャーが取る。一塁へ送ります。アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。こ
これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあ、そしてバッターボックスには今宮が入ります。さあ、ツーアウトながら追加点の欲しい場面、点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですね。変化球捉えました。ヒットになった。バックホームする。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。チャンスを広げてくれましたね。まあ、いい場面でいいバッターですから面白いと思いますね。はい、その期待のかかる柳田がバッターボックスです。打ちました。これはセカンドライナー。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。2回終了1対0、1点リードはホークスです。小宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで、余裕みたいなものが出てきますよね。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。インサイド変化球決まっています。外れてますか。インコースを厳しく攻めます。ストレート、ストライク。ツーボールツーストライクです。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。打順はトップに返って金子。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。初球はボールになりました。空振りになります。151キロ。ファウルになります。打ちました。取った。アウト、ツーアウト。バッターボックス、ゲン。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球簡単にストライクを取ります。155キロです。2球目は何で来るか。変化球外れました。改めてお聞きします。バッターボックスのゲン、どういうバッターなんでしょうか。まあ、外野の間を抜くツーベースヒットが真骨頂のバッターですね。そうですか。まあ、次は迷ったらアウトローのストレートですね。なるほど、そうですか。ファウルになります。打ちました。これはどうか。飛びついて掴んだ。アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。見事なダイビングキャッチです。
ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。そうですね、バッターが打った瞬間に抜けたと思ったでしょうからね。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードはホークスです。西さん、早い回に先制したということで、バッターの気持ちにも何か変化はあるんでしょうか。そうですね、やはりね、攻撃的になりますからね、どんどんまだまだ打つと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。1球目は空振りです。バッターボックスには5番ブライシンガー、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。まず打ちをついてきました。カウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。今のはバッターよく見ましたよね。4球目、引っ張ったスタート、弾くボールを拾って、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。打席には6番バッター内川、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。空振り、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。まあ向こうは併殺を狙っていて、2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホークスチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には松田が入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、早いうちから点差があると楽になりますから、ここも期待したいですね。なるほど、そうですよね。これが初球、痛烈ファウルになります。まあ、向こうは併殺を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。手が出ません。三振、ツーアウトになっています。前に飛ばしたかったんですけどね、まあ、ただ次が彼なんでね、ここはチームとしても期待がかかりますね。その期待に応えてほしい上林が打席に入っています。さあ初球は何か。初球はストレート決まっています。打ちました。ゲン、セカンド送球、セカンドフォースアウト、3アウトになりました。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。3回終わって1対0、ホークスが1点をリードしています。4回に入っていきます。ライオンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは秋山、先ほどの打席はデッドボールでした。ホークス1点リードで迎える4回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。ここは155キロを計測しています。3球目、落ち
ちる球を持ってきました。打ちました。これはどうだ、センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ご覧いただいています、ここはうまく打ち返されてしまいました。4番バッター山川、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。は打ち、できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取りたい場面です。引っ張った、取った、二塁送球、二塁アウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。5番バッター森、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。インサイド見送っています。155キロがいきなり出ました。これが2球目、打ちました、センターへ抜ける。これで丸。